これより2023年 F1 世界選手権第10戦オーストリア GP スプリントシュートアウトの模様をお届けいたします。スプリントシュートアウトは公式予選の Q1、Q2、Q3 のように SQ1、SQ2、SQ3 と呼ばれる3つのセッションで構成されます。12分間の SQ1 で16から20位を決定、10分間の SQ2 で11から15位を決定、8分間の SQ3 で1から10位を決定し、 順位に応じて、スプリントのスターティンググリッドを決定します。レッドブルリンクは現在曇り、気温16度、路面温度21度、湿度84%のサーキットは、一部湿っている状況です。間もなく、予選 SQ1 がスタートします。SQ1 が始まりました。12分間で争われ、ドライバー順位階5人、16番手から20番手、が、予選落ちになります。サインツメカニカルトラブルのようです。 時間内に修理を終えました。SQ1 が終了しました。SQ1 敗退となったのは16、ジョン・アン・ユー、アルファ・ロメオ17、ピアストリ、マクラーレン18、ハミルトン、メルセデス19、ボッタス、アルファ・ロメオ20、サージェント、ウィリアムズが SQ1 敗退アルファ・ロメオ敗退です。ハミルトン、メルセデス敗退アルファ・タウリ2台通過。 SQ1、S 1>, S 1, 1番手、サインツ、フェラーリ、1分6秒187でした。SQ2 が始まりました。10分間で争われ、下位5人のドライバー、11番手から15番手は予選落ちになります。ラッセル、メルセデスは、マシントラブルで走れません。SQ2 が終了しました。SQ2 敗退となったのは、11、アルボン、ウィリアムズ。12、ガスリー、アルピーヌ。 13、角田祐希、アルファタウリ。14、デフリース、アルファタウリ。15、ラッセル、メルセデス。アルファタウリ敗退です。SQ2、一番手は、フェルスタッペン、レッドブル。1分5秒371でした。SQ3 進出は、レッドブル2台、フェラーリ2台、マクラーレン1台、アルピーヌ1台、ハース2台、アストン・マーチン2台です。SQ3 スタートです。 SQ3 S の走行時間は8分間で争われ1番手から10番手が決定しますセッションが終了となりました総合の結果は次の通りトップはフェルスタッペンレッドブル2番手はペレスレッドブル3番手はノリスマクラーレンでしたフェルスタッペンレッドブルは予選もスプリントも1番手ですそれ以外は下記の通り